マナリフレックス。このグローブの特徴は、まずこのベルト、実際に物を握るときに最大限に活用される指というのはこの薬指です。で、実際見ていただくと、この薬指の下に全ての筋肉が集まっている。じゃあ最小限の力で最大限にグリップするためには、この薬指をしっかりと活用するグリップが大事、そしてそれを補助する小指、この2つを結びつけることによって、まず指でしっかりと握るという感覚が生み出されます。そしてこの手のひらにある穴、この穴はグリップをした時に生まれる空間、その空間を認識していただくために穴を作りました。正しいグリップの場合、この穴を塞ぐようには握りません。実際に指を中心に握ることによって、結果この穴が開いているところが空間ができるわけです。それによって不安定の中から生まれる適切なグリップ力を感じることができます。このマナリフレックスグローブ、このグリップを握ることによって、あなたのスイングの潜在能力を引き出します。